こんにちは、デコニーです。普段お仕事とかですね、お昼休みのお弁当を撮るとき、写真に撮るときなんかにはですね、クリップオンストロボを使って撮影をします。で、このクリップオンストロボの固定に、便利なのが、じゃん、こういうね、いわゆるブラケットと呼ばれる、こうストロボを、ね、固定する器具ですね。こんな感じでストロボを固定すると、で、このね、ここをくるくる回してあげて、こう角度を変えてあげる、固定する、まあ、こういうことが簡単にできる便利な道具なんですけれど、このタイプは、以前ソフトボックスを購入した時におまけでついてきたやつなんですね。スタンドに固定してですね、角度を変えてたんですけど、このこれを緩めてあげて、で、角度を変えるんですけど、このね、ここが、この折れ曲がる部分が歯車みたいな感じで噛み合って固定する角度を調節するタイプで、非常に使い勝手が悪かった。で、こういうに変わるものとして、ずっと私が使ってきてたのはこれなんですよね。パンプロダクトさんっていうところが販売されているパン棒付きスピードブラケットと呼ばれる商品です。名前の通りですね、ここにね、いわゆるパン棒がついてまして、これを緩めてあげると、こうパンですね、左右方向の動きもできるし、なんとこういう動きもできるんですよね。角度調整で、好きなところ、好きな角度でこれを締めてあげれば完全に固定されると。非常に便利もの。いわゆるですね、このモノブロックストロボって呼ばれるね、ちょっと大掛かりなストロボがあるんですけれど、この辺の仕組みが全部一緒なんです。ここにパン棒がつ、これちょっと短いですけど、パン棒がついてて、これもこう緩めて角度、こうね、自由に左右に振ることもできるし、上下に振ることもできる。この動きをクリップオンストロボでも実現しますというのが、このパン棒付きスピードブラケットの素晴らしいところなんですが、ですね、これ1個およそ1万円します。9,460円だったかな、非常に高価なんです。見てもらったら分かるかな、分かりますかね、これ変形しちゃってたりね、こう倒したりとかして、こう変形しちゃったりとかしてね、この辺もこっち向きに、ほら、この辺とかね、まっすぐになっちゃってて、もういい、まあ酷使はしてるんですけれど、非常に使い勝手がよくって、重宝している道具です。高いですが便利。こいつを普段使ってるんですけど、まあ高いんで困ったなぁと、もう一個欲しいなぁとかって思ってた時に、先日ね、イルコ・アレクサンドロフさん、イルコさんがですね、アプチュアのソフトボックス、ドーム型の紹介されてた時に、一緒にその動画の概要欄に今まで見たことのなかったね、ブラケットが、載ってたので、ちょっとそれ Amazon で見て良さそうだったんで1個買ってみました。ということで届いた、こちら開けてみます。じゃん、形状はね、こういう感じです。まあ派手にゴドックスって入ってますけどね、結構まあ質感的にはソフトボックスにおまけでついてきたこれにめちゃめちゃ近い感じ。こいつのすごいところが、まあこれ見てもらったら分かるんですけれど、差し込みが今上向いてるんですよ。ちょっとだけ小スペース、こういう感じで動きます。で、見てもらったら分かるようにですね、角度調整がすごい滑らかです。自由なところで止められる。通常のブラケットと同じように、こう向きにね、穴に縦向きに刺す、これめっちゃネジ、通常のブラケットと同じようにこう縦向きにスコンと刺して、こうネジで固定する、
まあ、こういう使い方も当然できるんですけれど、なんとですね、どういう時に使うのかまだいまいちイメージがついてないんですけど、ここにも穴が開いてて、要はこうさせるんですよ。こう 縦方向に固定するときはこの下のネジで、こう向きに刺すときはもう一個のこっちの方のネジ穴に、付属のこのね、蝶ネジをねじ込んであげると。でこれで固定してやると。じゃん。あのね、分かった。このハンドル操作が非常にやりやすくなります。例えばソフトボックスをね、このブラケットに取り付けて使ったりするんですけれど、ハンドルを緩めて角度を調整するんですけど、ここでソフトボックスに当たるんですよね。でこれ45度傾けて回して緩めて角度を変えて締め込んで、もう一遍ソフトボックスを回すと、まあ、こういう風な使い方をこの Q タイプ S1 って呼ばれるタイプかな、こいつでは必要だったわけなんですが、こちらの新しいタイプの S2 のブラケットにソフトボックスを設置して、反対の方がいいのかな、当たるっちゃ当たるか、違うのか、まあ、縦でも当たるよねこれ。ガン。私の目標は外れた、違うかった。こいつのですね、すごい素晴らしいところが一つ、通常のクリップオンストロボを挟むんですけども、まあ、当然クリップオンストロボなので、ここがね平らなわけなんですよね。こういう形でここにクリップオンストロボを挟み込むんですけれど、最近ね、あのプロフォトの A1 でしたっけ、商品名をきちんと覚えてない私、丸い形のね、あのストロボ、ちっちゃなモノブロック、あれ欲しいですけどね。ゴドックスからも類似品が出てるやつ、ああいうタイプのストロボ最近流行ってるんですが、なんとこの下がですね、スポンと外れるんです。ポーンで、ここが丸くできると。円形のストロボもここに、ね、挟み込むことがなんとできてしまうという、これ素晴らしいですね。よう考えてあるというふうに思いました。この部分にもね、ゴムの滑り止めついてるんですけれど、この外した側、当然この平らなところにも滑り止めがついてて、上下でこうバラせるようになってて、ちょっと硬いんですけど、よいしょ、2個にこう分割できます。で外した側のここにも滑り止めがついてるんで、ここに入る隙間、これ外してやらないと入らないとか、この径で収まるのかとか、であとこれをつける、これ外せる、このままつける、無理かな、よいしょ、こういう状態でフラットな状態でつけるのか、持っているストロボによって、ぴったりくるサイズに調整して使えます。でもう一つ、ここまで全開放してあげることで、ストロボをですね、2頭入れれるのかな、これやっぱこれを外さないといかんのか、おー入る、入らへんやん、入らへんやん、あれ何やったの、まあそれはいいや、なんせこの丸にあのストロボがね入れられるように、両方使えるっていうのはこれ非常にいいなと思いました。このこっち向きにセットする意味が分かんないよな、どうね、こうやったら何が便利なのかちょっと考えてみたいと思います。あとここに穴が開いてて、ここねアンブレラホルダーになっているので、 Q タイプの傘芯はここですね、まあ一緒か、そんな変わらへんか、こっちの方が何やったらセンターに近いので、もしかしたらいいのかも。こっちちょっと外れてますからね、センターからはちょい外れてるっていう感じ。
で、最終固定しっかり固定できましたっていうところなんですけど、ハンドルをちょっと外側に引っ張ってあげたら、このハンドルの、ね、角度を変えられるので、緩めやすい位置、締めやすい位置にこう変更してあげたら、操作がしやすくなると。あとここの土台の部分、これに回しながら当たっちゃうような時でも、ちょっと引っ張ってあげたら回るよ。こういう細かな仕組みが結構いいなというふうに思いました。同じような仕組み、この旧タイプの方にもね、ついてるんですよね。引っ張ったらこう回す。これはあるんですけれど、なんかこれもね、なんだろう、なんとなくこいつがこう操作しにくい感、ずっとなんかね、嫌だったんですよ。というわけで今日はですね、この新しい、どのぐらい前から発売されてたのかちょっとわかんないんですけれど、この無段階で調節できるのは非常にいいなと。ただまあ片手では操作できないんで、やっぱりこいつにはかなわないと。本当にね、これ片手でできるんですよ。非常に便利。こいつもまあ使い勝手は良さそうなんですけど、まあ決して片手で角度を変えることはできない。それについてはね、旧型とあまり変わらなかったなという感じはしますけれど、今後ね、その丸型のストロボを買うことがあるのかどうか分かんないですけど、ステップアップ、する時にもね、これ広く使っていけるので、まあいい買い物だったんじゃないかなというふうに思います。ちなみに新型、現在 Amazon で3000円です、1個。まあそんなにむっちゃ高くないけど、まあ古い方がもう2000円ぐらい、2000円切るぐらいで売られてたりするので。本当か、適当なこと言ってると、あとはだからこの穴のね、違いね、縦交差するのがいいのか交差するのがいいのか、どっちの方が使い勝手がいいのか、その使い分けの意味はっていうところをちょっといろいろね、使っていきながら、仕事とかで使っていきながら、ちょっと、勉強というか知っていきたいなというふうに思いました。というわけで、新しいブラケットを買いましたという動画でございました。これからもですね、ちょくちょく、最近ちょっと家族の動画が多くなったりとか、こうテーマ性に欠ける部分はあるなというのは自分でも重々承知の上なんですけれど、時々ね、こういうカメラネタ、カメラ機材ネタなんていうのも挟んでいけたらいいなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画良かったらいいね、評価もお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。というわけで、デコニーでした。 S2 ブラケット。多分こうちゃうかっていうのが思い浮かんだので、ちょっと動画を撮ってみます。ブラケットをこう向きに挿した時に、例えばこういうソフトボックスを、ちょっと下に下げたいっていう時に、このぐらいの角度までしか傾けられない。この角度を覚えておいてください。この角度で、こっちの横穴の方に刺して下げるとですね、変わらん、そんな変わらん、この角度とこの角度、若干違うか。